つづく間抜けな話だね。もう笑う気にもなれない。黙れ。そして今回君はまたしくじった。千尋さんのおかげでね。君の獲物迷いちゃんはずっと目の前にいたのに。綾里と千尋、貴様さえ、貴様さえいなければ。そうよ、やっとわかったかしら。あなたは私には勝てないの。何ですって。一生かかってもいいえ、死んでも勝てやしない。この私の前で永久に恥をかき続けるのよ。君は言った。死者を罰することはできない。そしてこうも言った。肉体は消えてもその魂は永遠に残る。それこそが逃れられない罰よ。あなたは永久に宮柳千波なの。誰にも私にすら勝てない無力で卑怯な存在。そしてそこから逃れる道はもう存在しない。死刑が執行されたその日、あなたの細い橋は燃え落ちてしまったのよ。違う、そんな、この私が貴様らなんかに。でもそんなことはもうどうでもいいんだ。それよりさっさと迷いちゃんから出て行ってもらおうか。お帰り、迷いちゃん。